スマイル JK チャンネル。スマイル JK の韓国の食品食べてみたい。大丈夫大丈夫。はい、本日の食べ物はこちら。はい、じゃじゃん。こちらは韓国の。こちらはって言ったら言ってくれ。はい、こちらは韓国のズワイガニのカニ味噌です。わー、韓国ではデゲジャンって言うんですよね。おー、はい。カンジャンケジャンっていうの知ってたんで、ケジャンはカニって意味ですか？ゲがカニ、で、ジャンがこういうコツジャン味噌みたいな。はい。でもこういう感じのものってコツジャン味噌でしょ？ジャン。カンジャンもそうだし、なんて言えばいいんだろう。ちょっと説明難しいけど。え、あかねちゃんはカニ味噌は好き？いやー、正直あんまり食べたことがないんですよ。私も一緒。高級ですよね。うん。だからこれ、超、ね、はい、結構値段もいい値段しましたよ。ちょっと私聞いてないですけど、そうか。韓国から、あれ、韓国じゃない、私が韓国のスーパーからコリアタウンでね、買ってきたんですけど、1個600円以上ですからね。結構高級なものを私たちは今食べようとしてるんです。贅沢だね。贅沢ですね。うん、しかも韓国料理も用意してきてね。はい、なんかこれとこれを混ぜたご飯を一緒に包んで食べたりしたら美味しいっていう噂を聞いた。はい、なんかそんな感じでカニもちょっと混ざってるんですよ。あ、混ざってる。今も見たら、はい、なんか見えるかわかんないけど。結構なんかカニの足の部分にある、そうそうそう、混ざってる。はい。あ、でも匂いから海を感じるわ。超海を感じる匂い。確かに。美味しそう。じゃあ食べてみますか。うん。スマイル JK チャンネル。いただきます。いただきます。JK チャンネル。包んで食べるサソンサボブケを、はい、はい、いきまーす。ウィーン。
出たじゃないですか、はい、これ実はエゴマの油をかけてる海苔なんですよ、うん、エゴマって書いてありますね。そうそうそう、サネエゴマって、うん、だからなんかまた違う海苔を楽しめるですね。やばうまっ、美味しい、わあ贅沢。ただ毎日は食べられないよね値段が特別な時に、うん、なんかいいことあったら買って食べたいが、家で一人でお料理しながら一人で悲しいなんで一人やわあごちそうさまでした。全部食べちゃいました。美味しかったです。超美味しかった。いやーびっくり。わあ私実はもう一個残ってるんですけど良かったですね。家帰ったら一人で全部食べちゃうかもしれない。食べれますよ、こんな美味しい。もうマジでいいわ、なんか、うん、でも贅沢だね。なんかプレゼントとかでもすごい良さそうなんです。確かに、なんかいい犬さ、お疲れ様でしたみたいな感じで、これ一個渡されたら食べてくださいみたいな。どう？え、めっちゃ美味しいですよ。今後やっていこうかな。いいですね、他人にそこがどんだけお金持ってるんだってそんなにお金持ってないんですけど、今日は特別に、はいはい、いただきました。いいもの食べちゃいました。はい、茶のごすみだ、ごちそうさまでした。はい、皆さんぜひよかったら、はい、結構検索してみたらすぐに出てくるようなものなんで、あと内容の方にも紹介するんで、はい、よかったらぜひ食べてみてくださいね。では皆さん、よかったらチャンネル登録